このスバ。よーし、こんなものかな。急に工房貸してくれって言うから、てっきり自分の剣でも新調するかと思ってたんだが。その光る棒は何に使うんだ。こいつはサイリウムって名前で、俺の生まれた国では好きな人を応援するときに光らせて振るんだ。そんなの欲しがるやついるのか。甘いなおっちゃん。好きな人の目に少しでも長く止まっていられるなら、人は喜んで金を出すものさ。他には好きな人の名前の入ったタオルやハッピなんかも結構人気があったりするんだぜ。カズマカズマ、頼まれてた紙束持ってきたわよ。おお、それじゃあ紙束に握手券って文字と公式のハンコ、そして裏面に注意書きを印刷してくれ。握手券って日本にいるアイドルの CD を買うとついてくるあの券のこと？その通り。俺は今ショーに必要な機材とリアたちのファンに狙いを定めたアイドルグッズの雛形を作ってるんだ。元いた世界じゃ大勢のアイドルがしのぎを削っていたが、ここはせいぜい踊り子が小劇場で少数の客を取る程度。アイドルのノウハウを持ち込めば、あいつらの人気はうなぎ登り、大金を手に入れるのも夢じゃない。よくわからねえが、カズマのやつなんだかいつにも増してゲスな顔してるな。借金のせいでお金に目がくらんでいるのよ。でも私知ってるわ、こういう時は大抵。おっと、ステージが盛り上がるようにスポットライトの用意もしていくか。ほんとプロデューサーってのは大忙しだぜ。あとはタオルにハッピなんかのグッズも用意して、一通り作ったらリアたちの意見も聞いてみるとするか。このスバ。というわけで早速踊り子のグッズ試作品を作ってみたんだ。どうだ。どうって言われても、そもそもこのグッズってやつは何のために使うの。お前たちを応援するためだったり、身近に感じるためだったり、用途は人それぞれだな。みんな欲しいと思ってくれますかね。もちろん思ってくれる。なぜならファンのみんなはお前たちのことが大好きだ。好きな人の可愛い笑顔の写真があれば部屋に貼って眺めたい、そういう心理少しはわかるだろう。可愛い。もうカズマったら正直なんだから。確かに可愛い私のグッズならファンも欲しがるわよね。あー間違いない。グッズは可愛いお前たちを世に知らしめるためにも使えるだろう。未来はそこから始まるんだ。ってことでもう少しこの先のことについて話をさせてくれ。もう仕方ないわね。美味しいお茶を入れておくからたくさん話をしていいわよ。お、そういえばリアの姿が見えないようだけど。リアちゃんなら部屋で寝てると思います。これは3人の未来を左右する大事な話なんだ。なんとか起こしてくれ。このスバ。リアちゃんまだ寝てるの。カズマが可愛い私たちに話があるんだって。リア起きなさい。なあ、もう部屋に入って直接起こした方が早いんじゃないか。ダメですよ、リアちゃんの部屋は。この恥ずかしがり屋さんめ。失礼します。このカズマさんが朝のご挨拶をってな。だからシエロが止めたのに。空き瓶やお菓子のゴミがそこら中に転がって、このお椀スープが凝固してすごいことに。あれシエロ、エリカ。おはよう、リアちゃん。カズマさんが話があるって。カズマも来てたのか。おはよう。ああ、突っ立ってないで
遠慮せず座ってくれ。座るどころか足の踏み場もないんですけど。こいつまともそうに見えて片付けられない女だったか。ああ、下着も脱ぎっぱなしで。ちょっと下着はさすがに恥ずかしい。それよりこの態度を恥ずかしがれ。まあいい。それよりも今日は大事な話があって。リアちゃん、食べかけのお菓子にアリさんがたかってます。片付けておいてください。いいじゃないか、アリだって食べないと生きていけないんだ。今日は大事な。もうこの飲み物も腐ってるわよ。最近通りで家が臭いと思ったわ。今すぐ捨ててきなさい。そんなに怒ることないだろ。大丈夫だ、次の休みには必ず掃除を。話が進まねえだろ。やれ今すぐ、俺も手伝ってやるから。このスバ、まあなんということでしょう。ゴミの廃棄場のようだったリアのお部屋が年齢相応の乙女のお部屋に生まれ変わりました。すごい、自分の部屋じゃないみたいだ。いつも綺麗にしろとは言わないが、せめて人が入れる程度の綺麗さを保ってくれ。こんなに綺麗に掃除できるなんて素晴らしいです。また定期的に部屋に遊びに来てください。俺が今日来たのは掃除のためじゃなくて、お前たち踊り子を人気者にするための。本当？むっつりで意地汚いだけの男だと思ってたけど、ちょっと見直しちゃったかも。見直す以前にすでにそう思われてたことが地味にショックですね。ま、見直してくれたということで改めて話をさせてくれ。今日来たのはお前たちをプロデュ…あれ？カズマ、私のぬいぐるみが見当たらないぞ。コズロをどこにしまっただ。せっかくしまったのに何してんだ。ぬいぐるみなら手洗いして外に干して。って話を聞け。俺は家政婦じゃねえ、お前たちのプロデューサーになりに来たんだよ。プロデューサー？そうだ、俺がお前たちをこの世界一の踊り子ユニットにしてやる。このスバ、このスバ、まずシエロは他の二人より踊りのキレがいいよな。もともと踊りを習っていたのか？いえ、特には。でも武術を習わされていたので、足運びとかの訓練になっていたのかもしれません。ちょっと褒めるのはシエロだけ？私も踊りには自信があるんだけど。エーリカは観客を盛り上げるのがうまいな。見てると自然と応援したくなる。あと可愛さもダントツよね。リアは歌に魅力があるな。曲も自分で作ってるのか？ああ、鼻歌でも演奏でも、とにかくメロディーを入力すると自動で編曲してくれる魔道具があるんだ。へえ、便利だな。私たちは魔道ピアノって呼んでるの。そこにあるでしょ、いろんな音が出せる優れものなんだから。僕たちは使えないから、いつもリアちゃんにお願いしてるんです。使えるようになったらいいんですけど。キーボード？いや、シンセサイザー？この世界にもともとある魔道具ではなさそうだな。今度制作過程を見せてもらおう。歌も踊りもルックスもお前たちはかなりいい線いってる。だが今のままで満足か？もっと上を目指したいと思わないか？当然思ってるに決まってるじゃない。私は私の可愛さを世界中に広めなきゃいけないんだから。もっとステージに立ちたい。いろんな歌をこの3人で歌いたいんだ。僕もです。
いつか男性恐怖症を克服して素敵な女の子になるために。なるほどな。だがはっきり言わせてもらおう。お前たちの力だけでは今以上に人気を得ることは不可能だ。勝手に決めないで。私たちは成長途中なんだから、もっと上手くなるわよ。仮に世界一踊りが上手くなったとしても、世界一お客を集められる踊り子になるわけではない。それはまた別の能力なんだ。才能があるのに埋もれた奴らも数多くいるからな。ずいぶんと詳しいんだな。まるで見てきたような言い方だ。ここでとっておきの話をしよう。今まで黙っていたが、実は俺は踊り子の文化が盛んな国から来たんだ。そうだったんですか。本当は踊り子じゃなくてアイドルが盛んな国だが、まあ嘘ではないよな。俺はその国でしのぎを削る踊り子たちのステージをたくさん見てきた。その経験から言わせてもらうと、頂点を目指すにはプロデューサーの力が必要だ。可愛いだけで売れると思ったら大間違いだぞ。え、私のこと可愛いって言った？どうしよう。私のせいでまた一人男をふぬけにしてしまったのね。私って罪な女。可愛いエーリカ、少し黙っててくれないか。可愛いエリカ黙ります。話を進めよう。いいか、お前たちには確かに才能がある。だが今はまだ原石に過ぎない。お前たちには原石を磨いて宝石にしてくれる存在、つまりプロデューサーが不可欠なんだ。さっきも聞きましたけど、プロデューサーってそもそも何ですか？踊り子の才能を見極め磨き上げ、磨き上げた踊り子の魅力をファンに届ける橋渡しをする人物、それがプロデューサーだ。踊り子の文化が盛んな国で修練を積んだこの俺、佐藤一馬がお前たちのプロデューサーになってやる。本当に？一馬と可愛い私が組めば最強よね。ちょっと待て。急にプロデューサーになると言われても、具体的にカズマは何をしてくれるんだ？お前たちを売り出す計画を立てる。まずはアクセルを出ていろいろな街を回って公演をするぞ。これをツアーと呼ぶんだ。それなら今までもやってきたけど。まあ最後まで聞いてくれ。これからはその公演でグッズの販売も行って、さらに握手会も実施するんだ。握手会って、もしかしてファンの方と握手するんですか？ちょっとカズマ、忘れたわけじゃないでしょ。シエロは男の人と触れ合うと。だからこその握手会なんだ。握手会で精神を鍛えて男性恐怖症を早く克服する。弱点から目を背けては耐性もないからな。それにツアーはエーリカやリアのためにもなるぞ。私たちの？こんな魔王の城から一番遠い町を中心に活動していても知名度はたかが知れてるだろ。世界に出て輝かしい実績を作るんだ。実績があれば人気が出る。人気が出れば公演依頼は途切れない。リアは踊り子としてステージに立ち続けたいんだろう？うん。それにいろんな場所で公演して知名度を上げれば、エーリカが両親に会える確率も格段に上がるはずだ。カズマさん、僕たちのために。待て、腑に落ちないな。どうして数日前に知り合ったばかりの私たちのためにそこまでよくしてくれるんだ？さっき言ったろ、お前たちは原石。俺はそいつにかけてみたくなっただけだよ。だからこれから全力でバックアップするつもりだ。お前たちのためなら資材を全て投げ打っても構わない。そこまでの覚悟で。それじゃ
改めて聞かせてくれ。俺にお前たちのプロデュースをさせてくれるか。もちろんよ。可愛い私を世界中の人に見せてあげるわ。カズマさんの期待に応えられるよう僕も全力で頑張ります。私もこの二人と同じ考えだ。カズマ、よろしく頼む。作戦成功。まあちょっと両親が痛まないわけではないが、あいつらにも正当なメリットがあるわけだし、お互いにウィンウィンな関係なのは間違いない。アイドルビジネスを成功させて借金完済を目指すぞ。リア、シエロ、エリカ、ここからは一蓮托生。俺たちは運命共同体だ。やるからには手は抜かない。目指すは頂点のみ。俺がお前たちを踊り子業界の頂点へ導いてやる。ゴホン。そしてさっきも言った通り、踊り子を導く人のことをプロデューサーと呼ぶ。今後俺のことはそう呼ぶように。わかったわ、プロデューサー。私たちのプロデューサーか。これからよろしく頼む。僕頑張りますから、見ててくださいね、プロデューサーさん。ふむ、悪くない。あれ、なんか嬉しそう。いやいやいや、こっちのことだから気にしないでください。それじゃあ改めて、アクセルハーツのみんな、これから一緒に頑張ろうぜ。ビシバシ鍛えていくからな。はい。このスバ、このスバ、コーマの里の皆さん、はじめまして。千年に一組の踊り子ユニット、アクセルハーツ。はい、ストップ。一旦リハ止めるぞ。ここまで見てどう思う？コーマ族の観客代表アルエさんから。危ないところだったね。これがリハーサルで良かったと思うよ。リアたちの歌は胸に来るものがあります。ですが何かが足りない。爆裂成分的な何かが。お前はコーマの里まで来ても言うこと一緒だな。ユンユンと米子はどうだ？私は可愛くて素敵だと思ったんだけど。微妙。おっと、子供ながらに辛辣ですね。アクセルの街ではそれなりにお客さんも喜んでたのに、こんなに評価が違うなんて。公演場所や客層に合わせて演出を変えるべしってことだな。むしろ今のうちに気づけてよかったよ。アルエや米子にリハ見学を頼んだのも、感想を聞いて対策を立てておきたかったからなんだ。対策ね。だったらズバリ言わせてもらおう。君たちには致命的に欠けているものが一つある。まだ少し恥じらいが残ってることですか？もっと堂々とするとか。もっと堂々とか。うん、60点ってところかな。自己紹介の言葉をもっと工夫した方がいいとか。当たらずとも遠からずだ。確信には少し近づいてるよ。わかったわ。グループの中でも一番可愛い私が中心的な存在を務めるべき。そう言いたいのね。うん、違うね。みんなわかっていませんね。私が教えて差し上げましょう。リアたちに足りないもの、それはかっこよさです。何言ってんの？私たち踊り子よ。可愛さ追求してるのにかっこよさなんて。ならば我が回答が真実であること、今から身をもって証明してあげましょう。刮目してみよう。これが聴衆の心に刺さる自己紹介です。我が名はメグミン。アークウィザードを生業とし、爆裂魔法を操る者。我が名はアルエ。コーマ族随一の発育にして、やがて作家を目指す者。
我が名は米っ子、コウマズクツイチの魔性の妹、魔王軍の幹部より強き者。我が名は、何を恥ずかしがっているのです、ユンユン。それでも族長の娘ですか。ユンユンだけできない、ぼっち。ぼっちじゃないわよ。ただ、その…この自己紹介ができれば、友達ができること間違いなしだよ。友達が？我が名はユンユン、コウマ族随一の魔法の使い手にして、やがてこの里の王者となるもの。いつものやつじゃねえか。さてはこいつら、踊り子のリハを見て自分も前に出たくなっただけだな。目立ちたがりのコウマ族め。確かに僕たちの自己紹介よりインパクトが。これを参考にコウマ族にも受ける自己紹介を考えないと。レアアイテムがあるというから来てみたけど、なんなのよこの里は。聖剣の刺さった岩も、猫耳神社の御神体も、とんだガラクタじゃない。違います、こうです。肘の角度に気をつけて。我が名はリア、アクセルの町随一の。3人とも頑張れ。コウマの里での成功がかかってるぞ。何なのかしらこの里は。この巣場、みんな礼を言うぞ。ありがとう。また我らのショーが見たくば、涅槃で会おう。なんとか無事に終わりましたね。里のみんなも喜んでいるようです。本当になんとかなってよかったよ。あの中二病全開の名乗りはコウマの里専用だけどな。演出も凝っていたね。サビでの爆発演出はなかなかのものだったよ。まあ舞台裏でマジで爆発を起こしたからな。爆発っていうか、あれはすごく気持ちよかったです。久しぶりに100点だったのではないでしょうか。成功するかヒヤヒヤしたけど、うまくいってよかったよ。協力ありがとな。カズマ、みんな、お疲れさん。いいステージだったぞ。君たちのおかげだ。最初は半信半疑だったが、カズマの言う通りにしてよかった。感謝を込めて握手いいかな。リア、もちろんだ。あ、私もありがとね、カズマ。僕も。いやー、おっと危ない。シエロの右フックを避けた。当たり前だろ。俺はお約束通りに何度も同じドッキリで手痛い目に遭うようなラノベ系主人公じゃない。それにしてもシエロがこのままじゃ握手会は厳しいな。グッズ販売にも影響が出そうだ。人気をつけ、グッズに握手券をつけ、たくさんグッズを売る。この流れを作るための課題は多そうだ。この巣場、